仏の国に咲くと言われている蓮の花。仏教においては尊い仏の悟りとも言われ、梅雨明けの1週間ほどでその花は散ってしまう。国宝建造物を前に35種類100鉢にも及ぶ千寿寺の蓮。2000年の永劫の時を超え、梅雨明けの青い空を今年もまた仰いでいる。